皆さんこんにちは、ワイワイニュース山崎です。今日は2017年の3月の12日日曜日ですね。時間がちょうど1時間遅れまして午後3時ということで、遅れまして申し訳ありません。今日は日曜日ですので、この1週間取り上げましたメインテーマを中心にした週間レポートということで、最初はですね、第46回の世論調査を今日先ほど開始したというテーマですね。この間、お休みしていました世論調査再開しました。それと2つ目が先週の日曜日のですね、英日語放送ですね。テーマは安倍晋三極右ファシスト政権を背後で操る極右ファシスト団体日本会議はなぜこれほどまでに巨大化したのかというテーマでしたね。そして火曜日ですね、月曜日はその翌日3月の7日に予定されてました共謀罪、創設反対100人委員会の結成院内集会というのが火曜日の午後1時から衆議院 第一議員会館の1階ホールで、結成集会やるということで、それに参加して、発言しますということで、その発言内容をまとめたんですね、月曜日の。同時に実現する戦いとは何かと。同時にっていうのはこの機大の国民弾圧法共謀罪法案を粉砕するとともに、このような、凶暴なですね、国民弾圧法案を名前を変えて出し4度目ですよね、4度目に出してきた安倍事項ファシスト政権自体を打倒する戦い、この2つを同時に実現する戦い、一体どういうものかということを話そうと思ったんですね。そして火曜日、3月7日、これはライブ中継を1時から3時半まで、iPhone で、ワイワイニュースライブとして、中継したということですね。そして、水曜日、本来だったら普通日語放送の日だったんですけど、水曜日なぜか英日語放送ということで英語放送に切り替わっちゃったんですね。なぜかというと、この内容がですね、内容が日本の安倍晋三首相は改憲という偽名で日本国憲法を破壊して天皇制軍事独裁体制の法的基盤であった1890年制定の大日本帝国憲法に差し替えようと本気で思っているというテーマの中で、彼の尊敬する岸信介が出てくるんですね。で、岸信介っていうのはアメリカの CIA のスパイになるということで、日本の国益じゃなくてアメリカの国益を考えるという工作員スパイになるということで、死刑を逃れて、そして、菅も刑務所から釈放され、それから8年9年経って、日本の首相にもなっちゃったというとんでもない人間なんですけど、ですから、アメリカのスパイだということなんで、英語の方がフランス語よりも英語で発信した方がいいだろうということで英語放送になっちゃったんですね。そして、木曜日は共謀罪法案を粉砕するというテーマですね。そして、金曜日10日ですね、おとといですね、これはもう画期的なことだったんですね。韓国の憲法裁判所がパククネ、現大統領の国家犯罪容疑を全面的に認めたと。8名の判事が全員、国会が彼女を
弾劾し訴追する決議をしたと。その決議の決議の内容ですねが合憲であるか違憲であるかという審議で、判決出したんですね。それでパク・クネ、大統領は憲法をに違反した重大な犯罪を犯したというふうに認めて、即刻彼女の大統領権限を剥奪したという画期的な判決を3月10日午前11時に韓国の憲法裁判所が出したということを取り上げたんですね。で、韓国の憲法裁判所というのは本物のいわゆる憲法の番人の機能を果たしたというテーマを取り上げたということですね。土山純一さんですね、いつもいつもありがとうございます。お茶が6杯とコンティニューコインが2枚ですねから東京の稲子さん、コンティニューコイン配信ありがとうございますと、がコンティニューコイン2枚ですね。それとお茶が2杯ですか、東京の稲子さん、それからルナレアさん、コンティニューコインが1、2、3枚ですね。こんにちは、配信ありがとうございます、本日もよろしくお願いします。それからキャス君、ウサギデコフレームとキャス君、それとお茶が1杯ですね、あ2杯か。そして、ミスナナさん、本日もどうぞよろしくお願いしますと、チャオって言うんですね、はい。ということで、今日一番最初取り上げるのは、今日久しぶりにですね再開しました第46回、ワイワイニュースネット世論調査ということですね。先ほど開始しましたということで、調査期間は3月12日日曜日今日から3月15日木水曜日72時間と、で最終回答締め切り日は3月15日水曜日の午後2時ということなんですね。それで、下記の URL をクリックしてご意見をお寄せくださいということで、テーマは何かというと、昨日韓国憲法裁判所はパククネ大統領に対する国会の弾劾訴追決議を合憲として韓国史上初めて現職大統領を罷免したと。あなたは日本にも憲法の番人である憲法裁判所が必要と思いますかと。1、日本にも憲法裁判所が必要だと。2、最高裁判所があるので必要ないと。この世論調査ですね。で、回答方法はツイッターの URL か私のメールアドレス宛てに直接メールで1か2かということで、たくさんできるだけ多くの人に回答していただきたいということですね。これをちょっとアップしますね。これですね、46回ワイワイニュースネット世論調査を先ほど開始しましたと。調査期間3月12日日曜日から3月15日水曜まで72時間、各の URL をクリックしてご意見をお寄せくださいと。そして、テーマですね、-28、うわ、ちょっと削りますね。
これがテーマですね。昨日韓国憲法裁判所はパククネ 大統領に対する国会の弾劾訴追決議を合憲として韓国史上初めて現職大統領を罷免したと。あなたは日本にも憲法の番人である憲法裁判所が必要と思いますかと。そして、1と2ですね。それと回答方法、これ全部入りますかね。ああ全然ダメだよ、マイナス46。うわ、それじゃあ1、2、1、日本にも憲法裁判所が必要だ。2、最高裁判所があるので必要ないと。1か2ですね。そして回答方法ですね。ああマイナス13。私のメールアドレス宛てか、これですね。1、ツイッターですね。から2がメールアドレス宛てということです。天国からさん、白熊スタンプ、それからコンティニューコインが2枚ですね。それから、こんにちは、配信お疲れ様です。よろしくお願いします。ということですね。はい。ということで、できるだけ多くの方に回答していただきたいということですね。から1週間のまとめで、先週の日曜日の英日語放送、安倍晋三極右ファシスト政権を背後で操る極右ファシスト団体日本会議はなぜこれほどまでに巨大化したのかと。で、日本会議というのは会員数現在38,000人、全国都道府県47県全部に本部を持つと。そして支部を241持つと。そして国会議員、日本会議国会議員懇談会という組織に289名の現職の国会議員がいると。全体が721ですから、何パーなんですかね、289÷711、実に 40.6% の国会議員が日本会議に属しているってことですね。それから地方議員が1700名もいると。おそらく3万人ぐらいじゃないですかね、地方議員というのは。日本の村会議員から町会議員から市会議員から区会議員から都議会議員から県議会、全部で3万人ぐらいだと思うんですけど、そのうちの 17% ということで、6% ぐらいが日本会議に所属していると。なんでこれほどまでに巨大化したんですかという疑問ですね。なぜ日本会議は巨大化したのかと。その最大の理由は、組織のトップに2人の元最高裁長官石田勝人と三好徹が務めたからだと。で、日本会議の組織拡大は最高裁の支援を受けてきたこと、秘密の資源を当然受けてるんですね。から最高裁という最高権威ですね、権威があるんですね、最高裁。それから最高裁長官という最高権威の最高トップ、最高裁長官という名声を最大限に利用したから、これほどまでに巨大化したんだと。
いうことですね。でこれは誰も指摘しない、あるいは指摘できないということで、学者もマスコミもオピニオンリーダーも誰も言わないということですね。それで、この三好徹というのが第15代、第13代か第13代最高裁長官なんです。これまだ生きてるんですよ。1995年から1997年、これは橋本首相が任命したんですね。日本の場合は憲法第6条によって最高裁長官は内閣が決定する、指名すると。第6条天皇の任命権という中に第2項天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所の長対を裁判官を任命する。だからこれは橋本総理が任命したんですよ。とんでもないやつを。三好徹、彼は海軍、敗戦の時に海軍兵学校の学生だったんですね。海軍の士官養成学校だったんですよ。そして東大の法学部に入って、そして裁判官に任官して、そして1995年から97年にかけて最高裁のトップに指名されたということなんですけど、たった2年間で最高裁長官辞めてんですね。これはなぜかと。普通4年なんですよ、任期はね。だからその任期の半分しか彼は最高裁長官を務められなかったっていう、なんか事情があると思うんですね。おそらく最高裁長官としてはふさわしい見識も何もないということで、任期4年のところを半分で、実質的にクビになったと思うんですね、私はね。そして彼は退官後、この日本最大の極右ファシスト団体、民間団体日本会議の第3代会長に就任したんですよ。それから15年、2015年にわたって、2015年まで会長だったんですね、彼は。で普通、まあ憲法裁判所の話になりますけど、日本では憲法裁判所ないですから、憲法の番人と言われるのが憲法第81条の立法審査権を唯一与えられた最高裁判所なんですね。その最高裁判所のトップであった最高裁長官がたとえ退官したと、最高裁を退いたと、長官を退いたということで、この日本国憲法を亡き者にして1890年に伊藤博文がでっち上げた大日本帝国憲法という、その後の日本のアジア太平洋侵略戦争と、それから天皇制軍事独裁体制というファシスト体制の法的根拠となった大日本帝国憲法に差し替えると、現在の日本国憲法、それを公然と運動の中心に持ってきた、持って公然と言い切っている日本最大の極右組織日本会議の会長に、普通就任なんかしないですよね。彼はしてんですよ。しかも15年間も日本会議の会長に君臨してたと。だから彼が日本会議の会長だから、元日本最高裁長官の三好徹先生がうちの会議、日本会議の会長をもう長きにわたって務められてるんですよということを、組織閣内の最大の、宣伝文句として、やったわけですよね。そうすれば最高裁判所という日本の最高権威ですね、そしてその最高権威のトップである最高裁長官を務めたと
いう名声、そしておそらく最高裁の、を牛耳ってる最高裁事務総局という1000名規模のいわゆる裁判をやらない、裁判官が仕切って3000名の日本の裁判官の一挙一投足を監視し、彼らの意に沿わない判決を出した裁判官は徹底的にいじめて、昇進させないと、そして一生、地方をの裁判所をぐる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  回って一生終えると。で当然ながら出世しないですから給料も上がらないという人事で徹底的に支配管理するというのがこの最高裁事務総局なんですね。でこの事務総局の秘密裏りの当然支援を受けてるんですよね。だからこそ日本会議が20年かけて日本最大の極右組織になって、日本国憲法を破棄して大日本帝国憲法に差し替える運動をこれほどまでに安倍晋三ファシスト政権に、の最大の、目的とさせるぐらいに巨大化したと。これはこの2人の、そして石田和人っていうのは、彼はあの日本会議というのは2つの組織が1997年に合併してできたんですね。で、一つは日本を守る会ということで、これはいわゆる神社本庁とか靖国神社とか等々のあるいはカルト宗教団体、成長の家とかですね、等々が中心になって作った団体なんですね。でこれがいわゆる合併後の日本会議の中枢を握ってるんですね。でもう一つはこの 石田和人という最高裁中間の中でもいわゆる保守派剣道の達人と言われてるんですけど、彼が立ち上げた言語法制化国民会議とおいう名の保守団体で、これが言語の言語が法制化されたんですね。これも橋本政権下で、すぐに法制化されたと。そして、日本を守る国民会議という名前に変えたんですね。言語法制化国民会議を法制化できたんで、名前を日本を守る国民会議に変えたと。これはもうその名前が国民会議という日本を守るというのがダブってますんで、最初の組織と合併するという前提で新しく名前を変えて、そして1997年におそらく、瀬島隆三なんかが中心になって2つの保守極右団体を一つにして、日本最大の、極右排外主義民間団体に成長させるという前提で一緒にしたんですね。でこれのトップがこの元最高裁長官の三好徹という関係なんですね。まあこれを英語バージョンで放送したと、3月5日。それでこんなことはですね、他の国ではありえないと。特に憲法裁判所ですね、本当の憲法の番人がいる憲法裁判所では、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、あるいは韓国では絶対に起こりえないんだと。憲法裁判所のない、そして最高裁がいわゆる偽装の偽りの憲法裁判所で、偽りの憲法の番人という国、日本、そしてアメリカですね。この憲法裁判所がない、存在しない日本
と米国ではあり得るんですね。まあそれをテーマとして、放送したということですね。で月曜日、これは先ほど言いましたように翌日の3月7日火曜日に、共謀罪法案、共謀罪、創設反対100人委員会と、まあ私もそれに参加してますんでの結成集会が衆議院第一議員会館1階多目的ホールで開催されるということで、その時にまあ5分間スピーチで話すということで、その場で何を話すかなということをその月曜日のメインテーマにしたんですね。でメインテーマは共謀罪法案粉砕と安倍事故ファシスト政権打倒、この2つの戦いを同時に実現する戦いとは一体何かと。実際、まあ最後まで当日は5分間の制限で、実際まあ10分近かったんですけど、全部は言い切れなかったんですけどね。で、一つの戦い、本当に共謀罪法案の粉砕の戦いとは一体何かということで、私が強調したいのは、いわゆる共謀罪の内容に関してはとんでもない、国民をすべてでっち上げ逮捕、起訴、家宅捜査できるような国民を大弾圧するための内容だということは皆さんおっしゃってるんですね。でも皆さんがおっしゃってないことは何かと、そもそも安倍内閣にこの共謀罪法案を含めて法律を起案し国会へ提出する権限はないんだよと、憲法上の規定でないんだよということを戦いの中心にするべきだということなんですね。でこの日本国憲法の第41条と第73条の2つの規定によって内閣には法律の起案権と国会への提出権はないということを前面に据えるべきだということですね。で41条というのは国会は国の唯一の立法機関であると規定してるんですね。ということは唯一の立法機関ということは国会が起案し法律を起案し国会が審議し国会が採決するという一連の立法手続き全ては唯一国会とそれから国会議員の職務であるということを言ってるわけですよ、第41条。でさらに日本国憲法第73条には国会の職務って言って、7つの国会の職務を規定してるんですけど、その中には法律の起案とか国会の提案というのは職務に入ってないんですね。当然ですよね。だって国会、法律の起案と国会の提案は国会にあるというふうに41条で規定してるから、第73条の国会の職務の7つの中には入ってない、当然なんですね。だこの2つの日本国憲法の規定に従えば、法律を起案して国会へ 提案する権限というのは内閣ではなくて国会と国会議員の職務であるんだということを戦いの中心にすべきじゃないですかと。この共謀罪法案の内容がいわゆる憲法が保障している思想の自由とか、あるいは個人の自由と基本的人権を破壊する、あるいは憲法第21条が規定している集会の自由、表現の自由等々を破壊すると、あるいは憲法第14条の法の下の平等を破壊するというとんでもない、いわゆる人権を破壊する、自由、個人の自由と個人の基本的人権を破壊する弾圧法案であるということを戦いの中心にしてるわけですよね。それは当然なんですけど、それとそれに加えて
手続き自体が憲法違反であると。歴代自民党の内閣が自分たちに、法律の規範権と国会への提出権があるんだという大嘘をついて憲法違反の立法化を強行成立させたということ自体すべて憲法違反ですよというふうに、戦いの中心に それをも据えるべきじゃないですかという提案なんですね。から2つ目の本当に安倍事故ファシスト政権を打倒する戦いとはどうするのかということなんですけど、これも歴代自民党政権が大嘘を言って憲法違反を繰り返してきた、いわゆる衆議院の解散権は歴代自民党歴代自民党政権が言ってきたのは首相に衆議院の解散をする権限があるんだと。衆議院の解散権は首相の専権事項であるという大嘘をついて野党の足元を見て脅かしてきたわけですよね。それで殿下の宝刀を脱ぐぞ脱ぐぞということで今でも大手マスコミが窮地に、例の森友学園スキャンダルで窮地に陥った安倍は解散するんじゃないかと、7月の都議選と同時に衆議院選挙同時解散をさすんじゃないかというふうに盛んに吹聴してますけど、内閣には衆議院の解散権なんかないんだよということをはっきり戦いの中央に据えるべきだという提案なんですね。でその根拠は同じ憲法第41条の最初の規定ですね、国会は国権の最高機関であると、非常に短い規定ですけど国会は国権の最高機関であるということは一体どういうことかというと、国権とは一体何かというと一応3つあるわけですよね。国の権力、一つは立法権を持つ国会、二つ目は行政権を持つ内閣、三つ目は司法権を持つ最高裁判所。この三つの国権の中で国会が最高機関であるというふうに憲法第41条は規定しているってことは、一番上に国会があってその下に内閣と最高裁があるよと。そして先ほど言いましたように日本国憲法では第7条で、最高裁の長官は内閣が指名するということになるんで、国会が一番上にあってその下に内閣があってその下に最高裁があるという縦の位置関係になってるわけですよ。で内閣の長である首相が自分たちの都合で国の国権の最高機関であり自分たちの上位に位置する国会衆議院を勝手に解散なんかできるはずないわけですよね。だからそのことを誰も言わないと、憲法学者も言わないと、野党の国会議員も言わないと、当然ながら大手マスコミも言わないと、誰も言わないということですから、誰もそのことを知らないという驚くべき状態が戦後70年間以上続いているということなんですよね。ですから歴代自民党がことあるごとに衆議院の解散権は首相の専権事項であると大嘘、憲法41条の憲法違反、このことを戦いの中心に据えるべきだと。で中心に据えて安倍事故ファシスト政権を本当に打倒する戦いをすべきだという提案だったんですね。まあ実際翌日の集会で10分しか5分しかなかったんで、全部は言い切れなかったんですけど、まあこのことを発言しようということで、月曜日のテーマにしたわけですよね。そして火曜日3月7日当日ですけど、これ私はこの iPhone で2時間半の長丁場の結成院内集会をずっとツイキャスでライブ中継したんですね。それで会場は180名の参加と
いうことで成功だったんですけど、このライブ中継を中継を見られた方、そして、録画をですねツイキャスとそれから同時に YouTube でも流し配信したんですね。そうすると今日現在3月12日、午後2時50分段階でこの放送直前で、統計を見たんですけど、ツイキャスが1702名、YouTube が465名と、全部で2167名の方がこのライブ中継を中継と録画で視聴されているということで、これからもおそらく増えると思うんですね。ですから当面この100人会の結集人員を1000名にしようと、そして1万人、10万人、100万人にしようという戦いの方向性に向けては大いなる貢献をしたんじゃないかというふうに私は思ってますかね。シカゴさん、ご参加を、そうですね、100人会のホームページができましたということですね。そして21日に院内集会またやるんですね。火曜日ですけど、これも私参加する予定です。そしてまたライブ中継する予定です。からシカゴさん、国会が最高機関で首相に解散権はないと、 CIA スパイ吉田内閣が前例作った抜き打ち解散が最初と、日韓現代から自民党が主張してきた衆議院の解散権は首相の宣言事項は憲法41条国会は国会の最高機関だっていう国の維持と立法権に違反する憲法違反であり大嘘だという、これですよ戦いの中心に滑るべきは。から内閣の法案提出権の根拠法を違憲訴訟へということで、内閣法第5条、これが要するに1947年の同作戦最後のいわゆる大日本帝国憲法下での最後の法案の成立の時にこれを入れ込んだんですね。当時の GHQ で第5条に何を入れ込んだかというと、内閣総理大臣は内閣を代表して内閣の提出する法律案で、これですよ、法律案なんていうのは憲法上書いてないんですね。予算は書いたんですね。その他議案を国会に提出し、一般国民や外交関係について国会に報告すると、これですよ。そして、日本国憲法には書かれてないから、法律の規範が内閣の職務であるということが抜けてるから、彼らがでっち上げた自民党憲法草案の中にはちゃんと第54条かな、議会の解散の中に一番最初に衆議院の解散は内閣総理大臣が決定するっていう一文を入れてるんですね。ということは彼らは知ってるわけですよ。内閣に衆議院の解散権はないということを十分知ってるから、彼らの憲法草案の中に真っ先に入れたんですね。そして憲法第73条の彼らの自民党憲法憲法改正草案の第73条内閣の職務の中にまた法律を入れ込んだんですね。だから彼らはこの2つの重大な憲法違反、重大なことを憲法違反だと十分認識しているから、彼らの憲法改正草案の中に入れ込んだということなんですね。そのことを誰も言わないと、憲法学者自分の生活の糧でしょうと、憲法に関してそれで飯食ってんだろうと、その飯食ってる憲法学者おそらく数百人いると思うんですね。で 学生入れると数千人規模の日本の憲法学会、誰も言わないっていうのは一体何なんですかね。からシカゴさん、日本会議会長の三好徹、税金で宴会を開いたり観光名所巡りをしていたと。だからおそらくこれでしょうね、2002年週刊誌フライデーか。だから彼は通常4年の任期のところを2年でクビになったんです。あまりにも身勝手だと。
いうことでしょうね。だから途中でクビになったんです。三好徹ウィキ、日本会議会長、今名誉会長ですからね、まだやってるんですよ、名誉会長、元最高裁長官、海軍兵学校出身、安倍晋三と自動部隊の極右団体日本会議を全力でもって打倒と、山崎康彦して、私の主張はそうなんですね。からリスさん、コンティニューコインが2枚ですね。シカゴさん、コンティニューコインありがとうございます。コイントよろしくお願いします。でシカゴさん、放送中、今日の週刊レポートのメインテーマですね、リツイートしてくれましたね、ということです。からシカゴさん、野党×市民の共闘で森友10万人でも起こそうと、安倍政権打倒しようと、 K さん、コンティニューコインですね、ということです。そして水曜日、本来だったら普通日後放送の予定でしたんですけど、原稿をなぜかですね、英語で書いちゃったんですね。でさっき言いましたように、内容が岸信介、まさにアメリカの CIA スパイ、米国の利益のために日本を売ったというとんでもないやつの原稿ですから、フランス語ではないだろうという意識があって、自然に英語の原稿書いちゃったんですね。で最後に気がついて、あ、今日はに普通日語放送だったかっていうことで、私が誤っちゃったとミスしたということだったんですけど、でも内容的には英語で、情報発信すべき内容だったんですね。で、テーマは日本の安倍晋三首相は改憲という偽名で日本国憲法を破壊して、天皇制軍事独裁体制の法的基盤であった1890年制定の大日本帝国憲法に差し替えようと本気で思ってんだと、こういうことなんですね。でこれほどまでに憲法違反と法律違反を繰り返し、あらゆる手段を使ってでも個人的野望を実現しようと暴走する一国の最高指導者は、いわゆる先進国の中では世界中どこを探してもいないだろうということですね。で、韓国は昨日ですか、安倍と比べたらまだ可愛いもんですよ、パククネの国家権力犯罪なんていうのは。安倍晋三のパククネから比べるとおそらく100倍1000倍1万倍ぐらいの国家権力犯罪を犯してきたという人間がそのまま4年以上も最高トップにいられる国っていうのは日本以外ないでしょうね。で安倍晋三首相の個人的野望とは一体何かと、 What is his personal ambition of 晋三安倍ですよね。これは何かというと、彼が尊敬してやまない岸祖父ですね、岸信介が戦前日本が中国東北部を侵略してでっち上げた満州国の自主的首相だったんですよ、彼が。で、岸信介ができなかったこと、すなわち大日本帝国の復活なんですね。安倍が祖父尊敬してやまない岸信介の野望、大日本帝国の復活を自分はやるんだと、おじいちゃんの夢を自分が実現するんだということを小さい頃から刷り込まれてきたんですね、母親の岸陽子というとんでもない女に。で彼は日本会議等々の極右団体に押されて、そして三好徹等々のいわゆる日本会議のが組織拡大して最大の日本の極右民間団体のバックアップを受けて、そして公明党創価学会の、カルト宗教団体のバックアップを受けて2012年のこれもあれですよね、インチキな内閣に解散、衆議院の解散権が何もかかわらず、当時の民主党の党首だった野田、彼はもう完全に、ジャパンハンドラーズのが送り込んだ野党、偽装野党なんです。実は安倍晋三とつるんでると
ということで、2012年11月に彼が首相討論の中で、やりましょうよと、解散やりましょうよと誘ったんですね。でもう出来レースが出てきて、できていて、野田が衆議院を解散して総選挙をして、当然ながら民主党はボロ負けしたということで、安倍の独裁体制を樹立させるためのいわゆる、梅雨払いを彼はしたということなんですね。だから彼はジャパンハンドラーズのいわゆる命令通りにしたわけですよ。現在まで続く安倍自公ファシスト政権の基盤、梅雨払いを彼はしたと。そして再度偽装野党の幹事長になったと、返り咲いたということですよね。で、岸信介は敗戦直後 GHQ によって永久戦犯容疑で逮捕されたトップの戦争犯罪なんですね。岸信介は CIA のスパイとなり米国の利益のために働くことを誓って、本来だったら永久戦犯で処刑されてるわけですよ。除名されたと。で、戦争犯罪を 100% 免罪免責されたと。岸信介は日本のアジア太平洋侵略戦争を主導した昭和天皇裕仁に次ぐ最重要の戦争犯罪の一人なんですね。米国の工作員となることで米国支配階級に除名され、戦争犯罪を 100% 免罪された岸信介は1995年に CIA の秘密資金で保守合同したんですね。自由党と民主党で自民党ができたと。それの初代幹事長になって、そして1957年には首相になっちゃったと。石橋湛山が6ヶ月の短命で、おそらく彼も体調不良で退陣せざるを得ないところまで、おそらく謀略で追い込まれたんでしょうね。それで、次の首相は岸信介。なぜ石橋湛山が次期首相に岸信介を指名したかっていうのは非常に、ミステリーなんですけど、それで1957年には首相になってる。だ彼が菅も刑務所から釈放されたのは1948年ですから、9年後には首相になっちゃったと。普通だったらありえないことが起こるんですね。それは全部アメリカの支配階級がシナリオを作って岸信介をに、米国の利益のために働かせたと。で、それが1960年に彼が国民の大反対を暴力的に、鎮圧して成立させた今でも続く日米安保条約なんですね。で、その時岸信介は機動隊の暴力だと不安だと、20万30万の学生労働者市民、が国会前に連日押し寄せるという段階で、機動隊の力だけでは不十分だからということで、小玉義雄先般仲間の児玉義雄とか、あるいは笹川良一とか、ああいうヤクザの親玉に、ヤクザを全国動員3万人4万人集めさせて、国会前に、暴力的に、デモ隊を暴力で暴力で、打ち砕くということをさせたんですね。で、それでも岸信介は不安でしょうがないということで、当時の赤城宗則という、防衛庁長官に命令して自衛隊に治安出動させろと、治安出動しろというふうに命令したんですけど、赤城宗則は拒否したんですね。で、自衛隊の治安出動はなかったと。で、おそらく CIA の工作員ですから、彼はアメリカ、在日アメリカ軍に対して治安出動を要請したと思うんですね。でも、さすがのアメリカも米軍も断ったと、こういうことでしょうね。
だから岸信介というのは今の安倍晋三と全く同じで、目的を達成するためには何でもやるとこういうことなんですよね。だから岸信介は米国の利益のために今でも続く米国による日本植民地支配の法的根拠である日米安保条約を強行成立させた国家犯罪者なんですよ。岸信介は機動隊と全国動員したヤクザを使って安保条約反対の運動を暴力で潰したんだと。で、岸信介は首相となった1957年から今年は数えて55年後と、2012年彼が首相になった時、第二次安倍内閣が成立した2012年はちょうど岸が首相となった1957年から数えて55年なんですね。で、孫の安倍晋三は総選挙でカルト宗教創価学会と日本最大の極右組織日本会議の支援で、総選挙に勝利して安倍内閣を発足させると。そして安倍は翌年2013年12月に国民の知る権利を破壊する特定秘密保護法を強行成立させたと。だから岸信介が強行成立させるのと全く同じですよね。そして、去年2015年9月安倍晋三はジョゼフ・ナイやアミテージやマイケル・グリーンなどの米国のジャパンハンドラーズの要請を受けて戦争法案安保法制を強行成立させたということですね。でこの時もひどいですよね。憲法第9条で禁止されていた集団的自衛権行使を解釈変更すると、要するに内閣法制局という、これも憲法違反のでっち上げ、組織の長を変えて解釈変更して無理やり容認させて容認して、戦争法案を強行成立させたと。そして今この国会で安倍は悲願である憲法改正という名の第二の帝国憲法に差し替えるという地ならしのための最後として国民弾圧を共謀罪法案を強行成立させようとしてんだと。でこの法案というのは政府に反対する国民全員を簡単に逮捕拘留起訴し裁判で実刑判決を出させて刑務所送りができる国民弾圧法だと。で我々日本の革命派市民はこの国民弾圧法共謀罪法案を絶対に阻止すると、そして諸悪の元凶である安倍事故ファシスト政権を全員を絶対に打倒すると、戦いに決起するんだというのが水曜日の英日語放送ですよね。シカゴさん、統一教会、日本会議、日本財団は笹川良一が CIA や児玉衛衆や岸信介らと育てた、そういうことだ。反共組織、在特会はその別動態、偽装市民団体ということですね。だから今はもう在特会はその役割を終えて、もう日本会議が前面に出てきたということでしょう。CIA スパイの岸信介を首相にしたのは麻薬の帝王、里見はじめと。里見が経営するアヘン密売会社昭和通商の資金が戦前の満州国建設資金&戦後自民党資金になったということですね。里見はじめっていうのも、最初はあれですよね、満州国満州帝国通信社という今の共同通信時事通信そして電通の前身ですよね。それを彼が当時の日本軍陸軍中央の要請を受けて民間のいわゆる工作部隊として通信会社の名前をつけたいわゆる CIA みたいなもんですよね。謀略部隊ですよね。でそれが戦後電通の社長にもなっている。で岸信介が唯一信頼してた
人物で、三浦里見はじめが死んだ時、千葉になんか墓があるらしいんですけど、その墓のに刻んだ記号を彼は、岸信介は自ら弔辞を読んで、記号を書いたと言われてますね。それほど里見はじめに恩を感じたと。要するに自分の命が救われたのは里見が満州で、奪い取った麻薬密売で稼いだ資金がアメリカに貢がれたということが大きく貢献したというふうに彼は思ってたんですよね。シカゴさん必見、右翼左翼も集団主義で背後は両陣営支援、作家のE.グリフィン、集団主義の陰謀と。だこれはもう完全にあれですよ、回収でロシアで国際金融マフィアの考えですよね。常に対立させて、その両方を背後で操るというのが彼らの常套手段なんですね。戦争もそうですし、必ず二律対立をさせると。資本主義に対して、自由主義に対して共産主義を打ち立てると。それからキリスト教に対して、イスラム原理主義を対抗させると。それから政治もそうですよね。二大政党というのはまさにそうでしょう。結局二つとも同じ人間が操り人形みたいな背後で操っていると。戦々回のスパイ安倍晋三、祖父岸信介は戦時閣僚の時の日米開戦42年に駐日大使だったブルーを釈放してゴルフをしていると。だから岸信介を免罪免責にして彼を日本の首相に押し上げたのがグルーを中心にしたアメリカの支配階級ですよ。グルーは刑務所から救ってくれた岸信介を逆に敗戦後救ったんですよね。グルーとゴルフをしてた。孫の安倍晋三もゴルフをしてたということですね。トランプとゴルフをしてた。里見はじめウィキですね。中国アヘン市場の帝王里見はじめの生涯、千賀元氏著、公人者、日本陸軍の特命を帯び裏工作に本命し、アヘン王と呼ばれた日本人電通初代社長と。こんな人間がいたんですね。誰も語らないと。おそらく最大タブーの一つになってるんでしょうね、里見はじめの生涯と。里見はじめの生涯が分かれば岸信介の生涯も当然ながら暴露されるということでしょう。から木曜日、来週にも閣議決定されると言われる機大の国民弾圧法、テロと準備罪イコール共謀罪法律法案を我々は絶対に粉砕しなければならないと。でもしもこの機大の国家犯罪組織、国家犯罪政権、安倍事故ファシスト政権を我々が本当に打倒しなければ、逆に我々は殺されると。でもしも我々がこの法案の成立を許したならば、政府の意向に従わない、全ての国民は公安検察に盗聴され、監視され、家宅捜査され、逮捕され、拷問され、長期拘留され、起訴され、実刑判決を受けて刑務所に送られると。あるいは運を悪ければ殺されるということでしょう。これは冗談ではなく、戦前以上の悲劇と暗黒社会が待っているということを、そう考えた方がいいだろうということですね。安倍晋三事故ファシスト政権の背後に うごめく日本会議や靖国神社や神社本庁などの極右ファシスト勢力は、憲法改正の偽名で日本国憲法を破棄して大日本帝国憲法に差し替えて、戦前の天皇制軍に独裁体制と大日本帝国の復活を最大の目的にしてんだと。
もしこの法律を成立、法律が成立すれば、安倍次郎ファシスト政権は憲法改正に反対する全ての国民をテロ計画、テロを準備し共謀したとでっち上げて、テロと準備罪共謀罪違反容疑で一網打尽にして逮捕し起訴して刑務所に送ることができると。このように安倍晋三自公ファシスト政権はテロ等準備罪共謀罪を法を使って反対勢力を一掃した上で、自民党が2012年に作成公表した第二の帝国憲法の復刻版である自民党憲法改正草案をベースに憲法改正の国会発議をして国民投票を強行させて、投票数の過半数の賛成でカッコつき憲法改正を実現しようとしているんだと。で、一連の森友学園スキャンダルの暴露で窮地に陥った安倍晋三らをさらに追い詰めて、この共謀罪法案を粉砕して安倍次郎ファシスト政権を打倒するのが我らの義務なんだということですね。これが木曜日、現在61分25秒ですね。閲覧28名様、計85名様、コメント52件ということですね。里見はじめはジャーナリスト、実業家、ジャーナリストなんですって。関東軍と結託しアヘン取引組織を作り、アヘン王と呼ばれた。中国名李鵬というのかな、李明か。そして金曜日ですね。金曜日はその日の午前11時に、先ほど取り上げました韓国の憲法裁判所が国会によるパク・クネ大統領弾劾訴追を合憲とした判決を出したと。これは画期的な判決なんですね。で、韓国史上初めて大統領を罷免したと。で、こういう韓国の憲法裁判所は独立した本物の憲法の番人であるというナンバー1ですね。で、韓国憲法裁判所は国会によるパク・クネ大統領弾劾の根拠となったパク氏の親友のチェ・スンシル被告による国政介入事件について5つの国家権力犯罪容疑を審理してきたと。で、1、国民主権主義や、法治主義に違反したかどうかと。2、大統領の職権乱用があったかどうかと。から3、メディア弾圧を行ったかどうかと。4、2014年客船セオル号沈没事故対応で国民の保護義務に違反したかと。5、収賄などにより違法行為を行ったかということですね。この5つの容疑を憲法裁判所は審理したと。で、そのうち4のセオル号、この7時間の間に大統領はほとんど大統領と連絡取れなかったと。この7時間に関して国民の保護義務に違反したというふうに国会の弾劾訴追決議で言ってるんですけど、これに関しては証拠が十分でないということで却下したんですね。でも他の4つに関しては重大な憲法違反を犯したということで、メディア弾圧も行ったという結論を出したんでしょうね。から収賄などにより違法行為もあったと。国民主権主義や法治主義に違反したと。大統領の職務乱用をしたと。メディアの弾圧を行ったと。収賄などにより違法行為を行ったという結論を出したんですね、8名全員で。で、このことは韓国に独立した本物の憲法の番人が存在していることを証明したんだと。で、同じように独立した本物の憲法の番人である憲法裁判所が存在するドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、スペインなどでは、もしも今回の韓国のように国の最高指導者が国家権力犯罪を犯した場合、国民とマスコミと国会の世論、国会と世論を背景に必ず憲法裁判所が憲法違反の最終判断をして罷免することになるんだといういい例なんですね。しかし独立した本物の憲法の番人が存在しないと、偽りの憲法の番人である最高裁判所しかないと。これは日本とアメリカなんですね。日本の岸信介や中曽根康弘や小泉純一郎や安倍晋三などの首相や
米国のジョンソン大統領、ニクソン大統領、レーガン大統領、ブッシュ父大統領、クリントン、ブッシュ息子、オバマで、現在のトランプなどの大統領が国家権力犯罪を何十回何百回繰り返しても、日本とアメリカでは憲法裁判所がないから誰も彼らを罷免できないということなんですね。なぜならば日本と米国では独立した本物の憲法裁判、憲法の番人である憲法裁判所がない代わりに、憲法の番人を偽装した最高裁判所が存在すると、あたかも立憲主義、保守主義の守護神のような顔をして、裏では歴代政権による憲法違反、憲法無視、憲法違反 に沈黙、容認し、協力してきたから。我々日本の革命し、市民革命派は、韓国民衆が決起して前途間政権から憲法裁判所創設、大統領直接選挙制、人権保障の強化、言論の自由強化、地方自治の実現、教育の自由化などを勝ち取った1987年の韓国民主化闘争に学んで30年遅れなんですね。今年1987年から30年遅れで日本の民主化闘争 に決起して勝利して最高裁を解体すると、そして独立した最高裁判所を創設しなければならないということですよね。で、今日 の、まあ、あの46回目の、世論調査はこれをテーマにしたということですね。シカゴさん、表現の自由が勝利、4度目の共謀罪も廃案へと、動画あり、駅自由通路フラッシュモブ訴訟、海老名市の禁止命令を取り消しと、横浜地裁と、テレビ神奈川と、まあ、そういう判決が出たんだ、ということですね。それで韓国のこのパク大統領罷免決定即日失職、憲法裁判所と、毎日新聞の記事とを該当関連、あ、関連記事の中で、関連記事としてアップしたんですね。で、この毎日新聞に添付されているロイターの動画があるんですけど、これはまさに韓国の憲法裁判所が午前11時、3月10日金曜日の11時から判決を読み、言い渡す時の動画なんですね。ということは韓国の裁判所は自由に、報道機関に解放されているということなんです。日本は解放されてないんですね。そしてせいぜい、静止画で代表新聞社だけが写真を撮る権利があって、一般の傍聴人、あるいはフリーライター等々が自由に動画なり、写真を撮ることはできないですね。それで ひどいあの法廷、東京地裁なんかは一人一人のいわゆる動画とか写真が撮れる iPhone とかスマホ等々を取り上げると、そして、定理がですね、いわゆる裁判所の中でこちらを向いて監視したんですね。で、メモしか取れないと、死後も言えないという戒厳令状態の中で、裁判が行われるというとんでもない状態なんですね。だからアメリカなんかの裁判所の中も自由に、写真とか動画撮れますよね。日本は一切ダメと。だから裁判官の顔なんかも公表されないわけですよ。名前も公表されない、顔も公表されない、暗黒の日本の裁判制度ということでしょう。だこれはもう第二の帝国憲法下のあの世界がそのまま戦後も続いているということでしかないということですね。ということです。表現の自由が、あ、これはちょっと後で
見させてもらいますね。ヤフーヘッドライン、ヤフーですね。ということです。70分19秒、閲覧33名様、計94名様、コメント53件と、それからたくさんのコンティニューコインとお茶と、からデコフレームですか、いただきましたね。ということで、今日の週間レポートはこれで、終わりですね。現在は午後4時10分ですね。ということで、まあ、今晩、おそらく8時ちょっと過ぎになると思いますけど、英日語放送をやりますので、もしよろしければまた合流してくださいということですね。シカゴさん、立憲主義がある韓国は大統領罷免と、利権主義の日本は首相が森友家計学園で仲間に支援と、記者手帳、日本にはない憲法裁判所、ハンギョレ新聞ですね。これぜひ皆さん情報拡散していただきたいですね。なかなかいい記事ですね。民衆が一度も政権を打倒したことのない、日本にはなくて、韓国にあるのは何ですかと。これは憲法裁判所なんですね。勝ち取ってんですね、彼らはね。ということで、日本にも憲法裁判所が絶対必要だろうと、まあ、私は思いますけどね。ということで、今日の放送はこれで終わりです。ということで、今晩ですね、よろしければまた合流してくださいということです。終わりです。お疲れ様でした。